浜松駅は、静岡県浜松市中区砂山町にある、東海旅客鉄道東海道新幹線及び、東海道本線の駅である、東海道本線の駅番号は、CA34。東海道本線の運行形態の詳細は、東海道線を参照。東海道新幹線と東海道本線が乗り入れる、浜松市の中心駅であり、新幹線、 在来線間の乗り換え駅としても機能している。隣接する遠州鉄道の新浜松駅と合わせて、静岡県西部の拠点駅としても機能している。新幹線は、小玉の全列車が、毎時2本と、東京駅岡山駅間の光が、毎時1本停車する。また朝、夜に当駅発着の小玉が1.5往復設定されている。在来線は、日中は、静岡方面が毎時4本。 豊橋方面が毎時3本運転されている。また、通勤客向けに当駅と静岡、沼津間を結ぶホームライナーが設定されている。特急列車は浜松駅のところで運行される、寝台特急のサンライズ瀬とサンライズ出雲のうち、下り列車が停車する。上りは運転停車である。JR 浜松駅の事務官コードは52127となっている。 明治末期の浜松駅前新幹線、在来線ともに、高架駅である、島式ホーム2面4線を有する、4番線の外側に通過線を持つ、両方向には2本ずつ、電流線が配置されており、当駅で、始発、終着となる列車の蘇生や簡単な整備などが行われている。また西側の電流線から、上り本線を開始、浜松運行区や、 西浜松駅への引き上げ線が分岐する。優等列車は、西日本方面への寝台特急、サンライズ瀬戸、出雲、臨時快速、ムーンライトながらが停車する。普通列車の多くが当駅で乗り換えとなる。しかし、下り列車が、上りホームに到着して折り返す場合があるため、構造が似て見える静岡駅と異なり、常に同じホームで乗り換えができるとは限らない。 在来線の優等列車で唯一停車する、下りの寝台特急、サンライズ瀬と、出雲は4番線から発車する。2014年3月改正以降の定期ダイヤでは、下り列車は、上りホームから発車しないが、臨時便や非常時には設定される場合がある。同じく2014年3月改正以降の定期ダイヤでは、静岡、沼津方面から豊橋、名古屋方面への直通、または、 その逆の際、下り列車が、上りホームへ入線、発車の設定はない。駅長、駅員配置駅である。管理駅として、東海道本線の天竜川駅、高塚駅、舞坂駅の3駅を管理している。軌道道省に、スラブ軌道を広範囲に使用していることが特徴である。同駅より先に高架化した静岡駅は、ごくわずかな区間に限られている。相対式ホーム2面2線を有する。 中央の2線は通過線となっており、西側から浜松工場への引き上げ線が分岐している上下ホームとも両端に各車形ごとの停車位置表示がある。ホームの発車表はソラリー式が使用されていたが、2010年11月におよそ1ヶ月間の使用期間を経て LED 式に変更され、同時に自動放送も変更された。コンコースは大小二つの展示ブースとして、 浜松に拠点を構える可愛楽器製作所、ヤマハス鈴木の3社が、1988年から1年ごとに持ち回りで自社製品の展示を行う。以下は、その展示品、新幹線在来線乗り換えコンコースの在来線側に設置されており、駅ビル、名湾を経て、アクトシティ浜松の連絡通路へつながっている。利用できる時間は6時から21時15分までで、 近距離用の自動券売機が設置されている。自動改札機のみで、有人通路はないが、駅係員がいることが多く、非自動化券を持っている場合は、業務用通路から出場の便宜を図ってもらえることがある。一旦、名湾の2階に入る構造になっているが、名湾営業時間外でも、改札口の利用時間であれば利用できる。自称亭が販売している。主な駅弁は、下記の通り。 2018年度の1日平均乗車人員は37,594人である。これは JR 東海の駅では名古屋、東京、新大阪、金山、静岡、京都に次第7位で静岡県内の駅では第2位である。静岡県統計年間及び浜松市統計所によると近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。浜松駅、 バスターミナルを参照。1949年5月20日に、東海道本線、静岡浜松間の電化が完成すると、浜松駅は電化区間の境界となり、東京方面の電気機関車と名古屋方面の蒸気、機関車との付け替えが行われるようになった。これに伴う長い停車時間は、浜松駅に以下のような名物を生むことになった。 1953年7月21日に、浜松名古屋間の電化が完成すると機関車、交換駅の役割は終わりを告げた。ただし、ハモニカ娘はその後も、駅の名物として1969年まで営業を続け、乗客に親しまれた。なお、楽曲や映画でも、僕は特急の機関士で、の、東海道の巻や、喜劇駅前弁当などで、 ハモニカ娘が取り上げられている。東海道新幹線の計画段階では、市の南部を通過し、新幹線駅を在来線の浜松駅ではなく、国鉄浜松工場付近に設置する予定であった。しかし、この案では、市の通過する区間がすべて、土盛りとなり、南北の交通が分断されるなど浜松市にメリットがほぼないとして、市は、 浜松駅を併設した浜名湖の中間を渡る対案を要望した。この対案も通過地域からの反発や浜名湖の漁業保障がより増大すること等もあったため、国鉄の静岡工事局の坂本局長は一旦、両案を白紙に戻し、現東海道線の高架化を見据えたコースを提案した。この案は、浜松駅が東海道線と80メートル離れてはいるが試案の 希望をほぼ満たす現状のルートとなった。しかしルートは決まったものの、浜松駅を併設としたことで商店の密集する地域を通過することから、用地買収が非常に難航した。また駅前広場の設置についても、市や地権者と国鉄側で協議が難航し、決着までにかなりの時間を要した。新幹線ホームがカーブで建設されているのに対し、在来線ホームは、 直線のホームとなっていて、駅構内の西側で急なカーブを描く線形となっていたため、在来線ホームと新幹線ホームの間に大きな隙間が生じることとなり、在来線ホームの高架化が完成するまで、かなり長い距離の古線橋により連絡することになった。国鉄時代は、東京浜松間の普通列車が1日に何本か、 設定されていたが、JR 加護の1988年に消滅した。1972年から1988年まで、当駅は東海道本線で東京から発着する中高普通列車の最西端駅だったは除く。1972年以前は中高でも東京大垣間などの普通列車があった。現在では高速バスがこれらの普通列車にとって変わる。 存在となっており、東海道上り方面では、東名ハイウェイバスの東京駅行き、東名ライナーのほか、2005年12月に運行を開始した夜行便のドリーム静岡、浜松号を皮切りに、渋谷マークシティバスタ新宿行きの渋谷、新宿ライナー、浜松号、渋谷、新宿 E ライナーや横浜駅、E キャット方面行きの E ライナー、横浜線など、 各方面への高速バスが運行されている。東海旅客鉄道東海道新幹線掛川駅、浜松駅とよはし駅 CA 東海道本線、特別快速、新快速、快速、区間快速浜松駅高塚駅、普通天竜線駅浜松駅高塚駅、貨物駅を含めた隣駅天竜川駅、浜松駅西浜松駅、ありがとうございます。